今ちょっと操作ミス。あ、でもこっち行けないぞもう。と思うじゃん。いけるか。あ、わあ惜しい。どうすんのこれ。ねえねえ。だ、俺さっきこの状態ってこうなったね。あ、こうなったね。そう。だから。ああ。あれ？なんか俺も。あ、一緒に乗ってるわ。え、じゃあ乗る？はいはい。そっち乗る？ああ、行けそうで行けなかったな。あそこリカバリードローンあるんですよね。え、ちょっと移動していい？いいよ。13番リカバリー、あ、そっか。ズムさんこれ開けてないんだ。何それ？あ、ごめん。そうだ、さっきのやつだ。ちょっとそっち戻るわ。13番のリカバリー、あれ？ 13 番のリカバリー、ちょっと。何これ？なんかいっぱいじゃん。もうつまめがいっぱいじゃん。13番のリカバリードローンがあって、それは、ズムさんが最初に言った、この、今見てる方向のやや右上、あそこの大地に行くとあったんですよ、リカバリードローン。こっから行けるかな？素晴らしい。いいね。でしょう。これは操作テクニックと、あと機体の性能が見事に合致した。あ、ここだ。あ、なんかそれ、こういう大きいのあるよ。そう。後で来ようねって思ってて。ちょっと。運んでるんだから、なんで途中で動く？解放した？なんか俺、これじゃない。俺のじゃない、これ。私にですね。降りて自分で呼んで。はい。これなんだっけ？何？パワーコア。お、いいね、いいね。パワーコアいるからね。たくさんいるですね、こうなってくると。もう一個がなんか、え、こういうことなの？ひとまずそっちに持っていくだけ持っていこうか。お腹でボブスレーするペンギンのゲーム思い出すね。何それ。なんか知ってる気もするな。な、ペンギン、え、ボブスレー？ペンギンがあのボール投げるのは知ってる。え、何それ。え、なんかドッジボールみたいなのを動物がやるゲーム。え、見えたこれ。まだタンクキャノンじゃん。こういうアイテムばっかり出てくるんですけど、ここは何、人々を戦わせようとしているの？そっか。なんか砂場歩きにくい、走りにくいな。あ、そっか。大きな大砲あれだよ、3つも使うよパワーコア。おえー、ちょっとゆっくりとターゲットを自動追尾するだって。大きな大砲、タンクキャノンアンロック。こっちはどうなんですか？え、なんか俺サスペンションスプリングがアンロックされたんだけど。え？あ、タンクキャノンだ。え、何、うん、今。サスペンションはもうすでに手に入れてるでしょ。ねえ。うん。へえ、高威力の爆発弾を発射する。おえー、ちょっと装備して撃ってみせてくださいよ。じゃあ。の間に私はチータラ食べるわ。チータラじゃん、もう。タイニーキャノン、タイニーキャノン。物々しくなったなぁ。タンクキャノンと大きな大砲の違いは、オートエイムのありなしですね。なるほど。ん？え、思ったより爆発するじゃない。すごいな。ちょっと待て。なんでこの車ジェット積んでんの？何が？いや、ジェット積んでますよね。これ？うん。
なんで積んでんの？積むよ。積むの？これのおかげで上にも登れるよ。そうか。パワーがすごいから。なくても登れましたけどね。どうしようかな。この上高台、高台さらに上に、うん、まだいくつかコアあるけどどうする？高台？高台の上。あーこれか。うん。行けるかね。あ行けるかでも。さっき行ったとこだからタコで行けば行ける。ちょっとこっからじゃあ行って下ろすか。うん。すごいスムーズに変形してスムーズに打ち上がっていくじゃん。かっこよかった今の。いいな。私も入れとこうかな。そしてはい、でこうしてあっちね。うまいな。そうでもなかったわ。え、これさ洞窟あるよ。ん？あ、そういやありましたね。先洞窟、いや上から行くか。上？いやかな。うわもうちょっと。リカバリできない。うわ。あー惜しい。さ一直線に飛んでいくんよね。本当にロケットよ。いやーこれむずいよ。あーいけた。嘘。よいしょ。なんでそんなうまいの。あの申し子じゃん。いやもう何の申し子よ。なんか打ち上げ花火はやめな。え打ち上げ花火行ってないの。いや行ったけど。いやそうじゃなくてあのなんだ押しっぱなしは。だから一直線にエンジン吹かすのやめんな。惜しかったけどね今。そっか。じゃあ私はその間にコアコア見つけてよ。うん。下にあるって書いてあんな。これのこと？これか。どう？いけそう？いやー幽霊みたいな声出すじゃない。ゴーカートホイール、新しいタイヤだ。でサボテン、確かにサボテン壊せそうだなあれ。ああ確かに打ち壊すできそうだよね。うん。ズムさんがいつまでたっても上に来てくんない。なんで行けるの。ちょっと人道士それ運転席2つつけてよもう。ああいいっすよ。じゃあ戻るわ。これか。なんかさほんとに一回降りてこれ出してこれ出して重くなって飛べないかな。運転席出しコピーすればよかったか。これちょっとバランス崩れるかな。まあいっか。ああバランス崩れるからここに乗っけ。いや待てよ。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。これして。オッケー。乗って。本当？よし行きま。ああやっぱちょっと後ろが重いか。でもうまっ。なんで？何これうまっ。すごい。なんでうますぎない。まあセンスよ。
ズムさんにはレゴのセンスがなかったちゅうこと。いや、いや、違うぞ。本当に、本当に一直線ミサイルなんだよな。え、なんでなんで。いや、もう今見た通りよ。まあやっぱ一番はマシンに対する愛情ですよね。ちょっとなんで連れてきたのに知ってんの、もう何やってんの。しんのしー、何、あ、そういうことか。パッドとあれの違いかも。いや関係ない関係ない、A ボタン押すかスペースキー押すかの違いじゃん。あ、一個落としましたよ。ここは。オッケー。あ、洞窟ってこれのことか。そうそう。え、ちょっと見てこよう。なんでできんのあんなの。いや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 、普通にゲームやってたらできるでしょ。ディスペンサーだって。それもなんか、なんか、なんかぶつけ合いしそうよね。え、でも金属箱だよ。箱が出てくるってこと。え、ズムさんさ、これ、え、洞窟から来られるわ。あんな苦労したけど洞窟って来たわ。先にこっち見るべきでしたね。普通に上到着したわ。これ人主の車邪魔だよ。これディスペンサー入らない。ごめんごめん、今行く今行く。よいしょ、今どかしてるわ。ああ申し訳ねえ。なんか 俺の腕虫がさ、くっついてもうわけわかんないことになってんだよ。この腕虫ちょっとなんか操作しづらいな。自分で作っといて。なんで、それはジェットエンジンのせいじゃない。そういうことか、わかんないけど、ちょっとね車高が低いからかも。あー、やっぱ車高持つと。いや、ここね多分砂のせいだと思うんですよね。あー、そういうことか。うん、なんか走りにくい。走りにくいよね。うん、あー、ほんと砂漠の影響がでかそうね。うん、ほい、はい、ナイス。金属箱ディスペンサーとは。なんだ、金属の箱を出すブロックだ。まんまじゃない。コンクリートの壁を出すブロックの、あのコンクリート、ね、金属みたいなやつか。え、金属の箱って何の役に立つんですか。わかんない、パワーコアがいる。出して出して。あー、ないの。オッケー。なんか、うん、使い道むずそうね。うんうん、いや、その、実はその箱の中にコアをしまえるとかさ、そういう機能が。ああ、しまったところでもその金属の箱を持たなきゃいけない。そうね、確かにね。あ、金属の箱をいっぱい出して登れるようになるかもしれない。あ、確かにそれはそうか。ああ、マリオ的な。ああ。え？まあね。何だったの？今の変形は押し間違いよ。よし、あれは、あれなんでしょうね。これ腕虫サイズじゃない。あー、でもこれダメだ。これはこれさ、惜しいね、惜しいね。ダメか。いや、いけそうだけどな。え、私もじゃあ打とうかな。どれだっけ。これで、これで乗って、ちょちょっ、出すとこ間違えたな。
しょ、わかった。お？こういうことだ。ちょっと待って。わかった、わかった。何をするかわかった。いや、と思うじゃん。え、違うの？どうすんの？うん？お！出たね。こういうことよ。金属よ。出たね。いいね。惜しいね。当たり判定ないとかある？あ、ないね。振り抜けたね。一回動かさないとダメとかなのかな。ちょっとじゃあ私行ってきますわ。おいしょ。ほいほい。シリンダー 1×1×2。 いや、ズンさんもいいから、ズンさんいいから。え、何？あ、落ちたじゃん。落ちたね。問題はこれどこに運ぶかっていうことなんですけれど、お金あるわ。なんかここ洞窟ありますよ。こっから進むのでは。あ、これさっきの広場に出る、うん、そういうことか。なんかシリンダー良さそうじゃん。何の役に立つんでしょう、見た目だけ。シリンダーで。でも、え、何シリンダーって。なんだろうね。なんなの？だからこの腕虫のさ、この先っちょについてるやつが、うん、あ、ピストン。サイズが、うん、あ、ピストン。じゃあシリンダーじゃねえか。なに？あれ、どこ行った、つぶさん。あっちか。え、困ってる？困ってんね。ひそかに困ってんね。お金使うタイミングあった？お金ね、なんかね、あの見た目をね、うん、買えるやつがね、お金で買える。そうなんですよ。重要な構成パーツじゃなくって、都市屋運送のデコレーションとかに使われてるんです。そうそうそう。シリンダーはピストンに使われるやつ。え？ああ。ああ。そうそう、まあ辞書的にはそうですけど。このゲーム的にはどうなのかなって。どうなのかな。人の死のやつじゃないと無理だこれ。了解。じゃあ帰りましょう。大きいわ。うん、あともう一つか二つこの辺あるから、ちょっと見てくるわ。うん、お願いしますわ。あれ、変形できないね。どういうこと？え、これ持っていくのはやっぱさっきの33番だっけ。なんか変よね、きっと。あ、お金だ。よいしょ。にゃ、台話とか正田じゃん。ピストンの話じゃんこれ。何の話？なんかメーカーだね多分ね、ピストンの。細かすぎては伝わんないんですよ。あ、油圧シリンダーか。ピストンが入ってる筒がシリンダーか。うん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 。オッケー。はっ、え、ズムさん今ワープした？え、してないよ。あ、そう。まあいいや。こっちは余裕な感じで運べそうな雰囲気がする。え、すげえ。これまたあれだな。うん、え、これいけるか、こっちからいけるか。え、これどっちだ。あったけどもね。これでいいのか。運んで。え、なんか俺が近づいただけでゴーカートホイールだって。ああ、そうそうそう、さっき見つけた、あの、新しいタイヤっぽいよ。え？
新野市の方に勝手に転がっていっちゃってるわ、これ。傾いてるからね、よかったね。ここ斜めってるから押せば簡単に進んでくれそう。そういうこと？楽ちんでいいね。そっちで合ってる。ここ、これさっき来た洞窟でしょ？そうか。うん。ほい。慎重に慎重に。調子に乗って。オーバーさせ、あーやばい、俺調子乗ってる、調子に乗ってるわ俺やべ、先に行って俺が止めないとこいつを。ゾムさんシリンダー見ましたよね。見たはず。はいはい。おー、シリンダー、シリンダーアンロック。なんだろうこれ、ちょっと見るだけ見ようかな。待って、こいつを止めて、誰かこの子を止めて。シリンダー、定期、空気抵抗が少ないブロック。あーん、よくわかんないな。空気抵抗が少ないのが特徴ってこと。いいじゃん。でもただの筒なんですよね。なんかに使えるんじゃん。合うかね。うんうん。ほい、はい、ナイス。ホイール、これはなんか速そうなタイヤじゃない？確かに確かに。ゴーカートだからね。これか。起伏の多い地形よりもアスファルトで優れたグリップを発揮する小さなホイール。アスファルトなんてこの世界にあるのかい？そうよね。そうなんよね。大抵足場悪いからな。でもこの辺のは、あと1個か2個なかったっけ。1個はあるけどさ、あのファイヤーの中だ。ファイヤーの中、うん、これは、ああはいはい、そうね、さっきのやつ中かこれ。絶妙だね。ファイヤーの向こうな気はするけど、でも向こうにあったとしても、じゃあどこに持っていくんですかっていう。そうなんだよな、感じよね。でさっき、やっぱパイアイランド行こうよ。パイアイランドOK 行こうか。じゃあさすがにそろそろ行こうか。この何、洞窟の向こうにもう一つぐらいあるんですよ。もう一つ、もう二つぐらいはあって、あーん、クレバス、違うね。パインポイントのちょっと右上行ってみた方が早いんじゃない。これか。うん、ね、多分ルートは同じ、ここを通るだけだから持ってくるのはそんなに難しくないんじゃないかなって思うんですけど、うん、まあね、あの万一これがトラクタービームの可能性っていうのが、まあ確かに確かに、それはそうね。見るだけでも見ておきたい気持ち。ホイールが軽くなるとブレーキ性能の向上、タイヤの回転速度向上がある。へえ、軽くなると、ま、確かに、はい、だ重さはあるもんな、ホイール。シューサイズタイヤなのかな。いや、小さそうじゃない、小さいサイズかね、わかんない。なんかあそこに1個あるのはすげえ上にあるんだけどさ。そうそう、あるんですけど、これはやっぱりあれよね、タコで行くんじゃない。タコでしか行けないよね。うん、行ける、任せ、いや任せたタコはもう俺が開発して、神野氏がパイロットだから。わかりました。じゃあ呼んでくれない、私いちいち呼ぶのめんどくさいんで。じゃあここに呼ぶね。お願いします。なんならそれ複座にしてもいいんですよ。確かに確かに、そうすっか。うん、だからこうしてすっかりタコっていう名称よ。いやもうこれタコだよね。でもうん、
こう。いいね。はいはい。じゃあ、運転手行きます。ゴー。どっちだ？こう？大丈夫かな？うめえ。ああ、でも。ちょっとね、真下すぎたな。真下さ。そう。これ、あれ、保存しとこう。ああ、そうね。タイヤつけてちょっと走れるんですか、うん、ちょっと。カメ、面白いこと言うから壊れちゃった。ちょっと、もうちょっと、ちょっと近づこうか。さすがに。え、歩いていくの？いいけど。はいはい。こういうことや。そうね。お願いします。なんでジェットエンジン積んでんの？いや、すごいよ。これ加速すごいから。ああ、そっか。確かにそうね。加速はすごい。ああ、なるほどね。ちょっと。沈んでいくじゃん。脱出。どこら辺がいい？ここら辺がいい？そうね。いい打ち上げ場だ。よし。今度こそ。てか。違うね。こっち。ちょっと待って、向きがおかしい。これもしかしてズムさん向いてる方に。え、違うの？間違えた。そういうこと？ちょっとさ、あの目的の方向を見たいんですけど、ズム、うん、さんちょっと見てるよ。うん。あれ？私か？え、これ変えられなかったっけ？まあいいわ、じゃあこれでやるわ。いや難しいね、やっぱり。え、なんでそっち向くの？なんでだろうね。うん。一回降りて。降りて。で。目的の方向を向く。うん。あれ？なんかもう一個出た。出たね。こっち向いちゃうね、絶対。うん。え、そういうものなのかしら。あ、これ目的向いたろ？あ、ありがとう。じゃあこれでいこう。言ってこれで失敗したら。うわ。うわ。あー、しくった。おお、リカバー。うまい。うまい。着地の方法もうちょっと考えてほしいね、これ。これしょうがないでしょ、でも。方法も何もないんですよ、本当に。自由落下だから。あ、違う、これじゃない。あ、こっちに。これ何？これはなんだろう。1×4。あると便利は便利だな。まあ、確かにね。もう一個が、うん、パワーコアっぽくない、あれ。どうなの、これお金よ、これお金。お金は大事でしょ。確かに。はいはい。ではパワーコア感ないかな。尖ったブロック 4×4。なほね。あ、さっきのとこじゃない？これも。アクセルワークが見て取れる。じゃあ私あっちのでっかいやつ運ぼうか。頼みます。うん。え、これ下に落とすんだよね。うん。確か。え？おいおい、ちょ、落とすんじゃないんだ。マップ見てたら何やってんだ。あ、ジンの先死んだ。わなし死んだわ。あー、なるほどね。あー、なるほどね。俺はいっか、あれ後で。あれ後で行けよ。いや、ズムさんのそれだけ運んで。あ、落ちてきたよ、あれ、これ。おーおー、そっか。ちょっとだけ触ったから。あ、でもなんか、イカ。え？
どんどん下に落ちてってる。ああなるほどね。まあ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 落ちたらもう諦めましょうや。あでもさ、何、あれこっから行けるんか。どこへ、あれこれどこ今。え、事故の絶えない職場。もう本当にね、何人も死ぬし何回も死ぬし。お、どこ、あーそこ、はいはい。あーでも確かにそうか、救いやすそうな形状のブロックか。あー 1×4 ね、確かに確かに。これどっち、道を合わせたら、これさっきのほらさっきのとこですよ、この森を抜けて行ってほしい。え、どこ、森ではないけど、ここはよいしょ、こっちか、こっちか、どっちどっち。あーちょっとなんか歪んでる、うーんなんか歪んでる。よし、尖ったブロックって見たっけ、陣の下。うん見た見た、一緒に乗ってたから。あそっかそっか、ショベルカーか。あショベルカーか。あーあれでバケット作るの。え、ズムさんそっちだっけ。まあいいか、いやいい、いいっすよ、どっから落としても一緒だから。あそっかそっか、うん、よいしょ。なんだかんだでちゃんと集めてるあたり偉いですよね。いや楽しい、もういやなるなるなる、ほい。いや、はい、どんどん進化していくのいいな。 1×4。 いやこれでも確かに使いやすいかもね、 1×4。 うん、よし、さっきの高台はこれで全部だから、これでじゃあようやくパインアイランドに向かうかな。ついに夢のパインアイランドに。夢だったんですか。ズムさんが運んでくれればパインアイランドに向かいましょうや。よしよしよし。水飲もうか。いや引っかかったかと思ったわ。よっしゃーい、うん、ナイス。これいいね、これ。うん、それも。そう、コアを運ぶのに役立ちそうよね。どっからっ、あっちにこっちにパインハイから飛んだ方がいいね。うん。8008から。ん？いや、ああそっち？うん。いや、ちょっと私のに乗ってくれる？私の？うん。あ、もう飛んだのね。あ、来た、帰ってきたわ。いるよ。はい。じゃあこっち乗って。やったぜ。飛ぶってことか。飛ぶってことよ。なんかツバメおじさんが。おじさんじゃないわ。ツバメ号の飛ぶとこ見ててほしい。本当にね。なんかさ、か影がすごいね。なんかツバメみたい、本当にこれ。言われれば確かにそうだった。思わぬ。もしか、X。X。え、どっちだ？こっちではないな。んパインパインした地方だ。パインポインじゃん。パインポイン。なんてあ、ほら、あそこ、そう、ちょうどね、ジャンプ台っぽいのよ、ここが。おつまり、こういうことよ。そういうことか。うわぁ、わ、行くか、これ。うわぁ、うわぁ、頑張れ。すげぇ、ギリギリ。ちょっと待って、降り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 て。どうよ。いやこれはすごいわ。うっち、ちょっとちょっとちょっと何してんな。危ねえ。ちょうどここになんかこうあるし。何これ、チューブクロス。全然わかんないっすね。何これ。あ、まずはまずはあのあれを回収ポイントを開けましょうや。じゃないと死んじゃう。でも一応これだけは持ってくか。持てるならね。
持ってもいいけど落としてもいいけど死なないでほしい。任せてほしい。見せてくれる。いやすごかったですね。自分でもあんなうまくいくと思いませんでした。いや素晴らしかった。そういうことか。すごいね。いや絶対あそここのためにあるあの岬だと思う。本当にジャンプ台だった。いや見せるじゃん。素晴らしい。いやこれはちょっとあいきなり壊すじゃん。いやあれはちょっとあれだな。ちょっとさすがとしか言いようがないな。いや素晴らしい。運転テクニックもそして機体の性能 もうピカイチでしたね。なんで持たないの。ちょ今持とうとしてんだけどさ。開けな。こう開けて。ああなんでそんな毎回そんな微妙な操作したがるの。いや これが一番安定するの。下に潜り込まれるといっちゃ厄介ない。ああそっか確かに確かに。いやここちょっと入れ食いだぞこれ入れ食いっていう言い方よ入れ食いとは何なのかいきなり阻まれたじゃん。とりあえず解放してからにしよう。そうね。絶妙にめんどくさいねこれ。そうねこの木結構邪魔ね。ね伐採してえな。あれは大砲とかでなんとかできたりする。できるのかいね。わかんない。チューブエルボなんかチューブばっかだぞ。もうねチューブなんか役に立つんですか。夏ってこと。あすいませんチューブの代表曲知らないから。あー夏休みーか。なあバサバあぶねー人が歌ってんのに何騒いでんの夏休みよ。にゃなななななな。Stop the season in the sun。 ああ素晴らしい。確かに確かに。チューブエルボー。何これ。わかんない。宇宙船に必要なパーツとかなんですかね。うちの人あれやってよ。ん？あでかいやつ？うん。これ。えそっち？え私。俺の車でやってみてよ。わかったわかった。俺タバコ吸うから。タバコ吸うから。ちょっと待って。これさ、でも、ピストンどうやって開けんの？上下。あ上下。オッケーオッケー。上下。オッケーオッケー。あ、そうそうそう。これもチューブだって。全部チューブじゃん。Stop to season in the sun。 金属箱の出番か。え、嘘？金属箱。ただ箱が飛んでいっただけですけど、あれなんだったの？出番があるの。スタートシーズンインデパー。なん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 って。ちょっと木邪魔よ。木伐採してえな。ないな。環境破壊に努めたい。環境破壊に努めたいじゃん。なんで同じことに言うの。またあ、これもう純粋なチューブじゃん、もう。あれ？ただの夏じゃん。チューブイコール夏ではないけれども。チューブイコール夏だし、広瀬香美イコール冬だよ。また、そのイメージは確かに強いけれども。冬の女王と夏の王様よ。じゃあサザンは？サザンはなんかもう普通にすげえ。普通にすげえ。サザンも夏のイメージ強いんですけどね。そうかな。でも冬っぽいのもあるよ。ある。うん、まあ確かにあるんですけど、チューブはもうだってもう夏しか活動しねえんだから。何にせもう何にせセミみたいな言い方しな冬は冬眠してっからもうあれチューブクロス、あれ、あそうか壊したからか。ちょっとあっち取り行こうや。まあね、秋のキノコよ。秋のキノコ、春のタケノコ。おーっぽいね。いや、そうじゃ、それは、何につながってんの？ん？タケノコとかキノコとかいう。あ、キノコとタケノコの戦争が始まるってこと？そういうわけではないんですけど。全部チューブじゃん、もう。チューブアイランドじゃん。南の陽子なんだ。何か？秋のキノコ。知らない、そうなんですか？わかんない、わかんない、わかんない。いっちゃん信用できない人のコメントだから。ああ、るほどね。理解理解。キノコの歌はさすがに CM ソングぐらいしかないでしょうね。キノコ、ノコ、ノコ、元気ノコでしょ。
美味しいキノコは北斗。まあね。まあねって何？わかんないけど、多分、なんか俺が正解だったのかもしれない、もしかしたら。ちょっとこれ本当にバックできないですね。でしょ？むずいでしょ、この車。多分、バックするのにやたら時間がかかる感じ。ああ、西川貴教はホットリミットにホワイト。え、ちょっと、死んだんだが。え？なんで？わかんない。なんか車外に放り出された。何が起こったの？多分ボタン操作ミスって降りたと思うんですけど、もしかしたら引かれたのかもしれない。うん、働けってことよ。チューブのために。何？チューブクロス。あれ、チューブクロス向こうになかった？うん、あ、なんか見てないね。ジノシー、これ見な。あ、それ見た、それ見た。チューブクロス？うん、見た。あれ、降りてる。私、チューブ T クロスじゃないですか。え、チューブクロスだよ。いや、チューブ T クロスでしたよ今。ほんとほんと、だってチューブクロスこっちだもの。このでかいのは何？わかんない。コックピット。え、今さら？ちょっとまだ死んだんですけど。なんで、なんで。自分の人のやつだなこれ。オッケー、変わる変わる。あ、いける？いや、いけないな、やっぱり。いや、いけるか。っていうか、コックピットってどういうこと？これ、あれよ。ついに、コックピットよ。え？あの、飛行機のよ。え？違う？違うか。ねえ、引っかかって何でもできなかったと。あ、コックピットって書いてある。あ、ほんとだ、コックピットだ。あれ、チューブクロスが落ちてる、また。え、だから言ったじゃん、そこにチューブクロスあるって。え、そういうこと？うん、さっきのは別の部品よ。運転席とは違うんだね。なんか飛行機用のコックピットってこと？うん、見た目がね、暴風コックピット。ハロー注意報違うし。暴風って言われたら、もう暴風波浪注意報しか思い浮かばない。暴風、え、なんて言うんだっけこれ。暴風なんとかって言わない？いや、ダメだよ。やっぱこれデカすぎるわ。なんか最近のコアデカすぎて挟めない問題が頻発している。シューブクロス。オッケー。 This block is a crucial part of your spaceship. いや、後ろから追っか。お願いしますわ。押してちょうだい。ピアノってちょうだい。ハケモットじゃん。あの CM 昔からあるんですか？昔からある。最近まで知らなかった。なんかね、あの人があの CM でしか稼げないからずっと使ってるみたいな話をなんかちらっと噂を聞いた。そうですよ。え、引退した？竹本ピアノのあのおっちゃん亡くなっちゃったのよねって。そうなんですか？あ、そうなんだ。だけどなんか、え、そうだっけ。こないだ亡くなった。嘘。え、こないだ、つい最近ってこと。CM 流れてんのかな、まだ。テレビ最近見てないからわかんないけど。わかる。そっか、なんかね、最近知ってる人が死んでいきますよね。まあね。もはや私何の役にも立ってないわ。これ木邪魔だな。あ、なんで？嘘でしょ。木のせい？木のせいって。そういうつもりで言ったわけではないんだが、うまいこと拾うじゃん。それズムさんに任せていいですか？え、これを？俺が？うん、なんかさっきなんか力ずくでうまくいってたじゃん。どうじゃあ。他集めるだけ集めるから。そうそう。第二の腕虫解放するか。どういうこと？第二の腕虫解放って。挽回みたいな、そういうやつ？お。回収パーツは銃弾を当てると消えちゃうので注意。え、俺銃弾撃った？わかんないけど。え、でもじゃあだからあれ、さっきのやつダメだったんだね。
あの銃で落とそうとしてたじゃん。あダメだったというか全然反応しなかったですけどね、あれ。確かに。なんだったんだ。まあ元の位置から動いてなかったってことで。ああかな。そっか、動いてなかったから脳幹っていう感じ。やべ。ああこれはダメではなかったね。いやあの人大河ドラマやってたんだ。へえ。芸人か何がかと思ってたんですけど。俳優さんじゃない？あそうなんですね。え、これなんか、あ、チューブダブルエルボーじゃん。うん、運んどいた。あ、ごめん。え、何ごめんって、なんで謝る。あ、大丈夫。あ、危なかった。いや、でもやばいかも。オンリー伊藤さん、ピチュンピチュンって音がしたので誤射してましたねって。アホね。誰だー、ロシアイズム。あれ、チューブダブルエルボーが。え、なんででかいの運ばないの。いや、ちょっと邪魔だったから。あ、なるほどね。で、じゃあ、ここのさ、ここに引っかかっちゃってさ、え、木と木の間ってこと。そう、そこに、ああ引っかかってんね。でもまあ、頑張ればいけでしょ。チューブアイランド、なんなんこれ、何に使うの。おっと、なんだろう、チューブ防食パーツ。いやでもね、だってチューブなんか液体運ぶの。そういうこと。めっちゃちっちゃいやつをこの中に入れるとか。いや小さすぎん。ああ任せたわ。チューブティーじゃん。ハーブティーみたいなもんじゃん。ティー2個あるじゃんこれ。しかもそうそうそう、運んどいたから。あとよろしく。他内でなんでそんな景気よく撃つの。撃った俺今めっちゃ撃ってるんだよ。じゃあなんかさ、ボタンがさ間違えちゃうんだよな。ダメだ、全然運べないわ。やっぱもうちっちゃいやつ、いや任せるわ。俺大きいやつやるわ。え、嘘、うん、今大きいのに取り掛かろうと思ってたとこだったのに。いける？いけないわ。いさのやるわ。挽回に仁王合力混合で腕虫。めちゃくちゃ難しいな。それっぽい名前にしてくれたんじゃないですか。ありがとうと言ってほしい。お、ありがとうと言ってほしいじゃん。何やってんの。じゃあさ、このさ角に入っちゃってさ、チューブティーたちが。ダメ。なんでこんな大小判なら積みよこれ。お、ナイス。うまいね。うまいね。この道のプロだね。ズムさん動くたびにさ、ちょっとなんでこっち来んの。もう向いてねえわ。動くたびにジェットエンジン吹かしててちょっと面白いんよ。ああちょっと待って、どんどん遠くに行っちゃう。夏が遠ざかっていく。チューブいつまで引きずってんの。チューブってなったらもうチューブよやっぱ。まんまじゃん。ここよし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 、完全に挟んだ、完全にロックオン。あ、財津一郎さん。ああ、え、竹本ピアノの人が。え、なんか似てる感じはするけど、え、そうなん。財津和夫しか分かんない。分かんなくなってきた。財津和夫どっちがどうなんだ。財津和夫はあれか、チューリップの人かな。チューリップってチューリップフォークの人。フォークじゃん。フォークの、フォークなの。だから今夜だけは、はい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 、耳を抱いていたいよ。こう、あー
騒がしいな。うわー、いけー。なんか翼くんみたいじゃん。いけーとか。みさきくん。そんなんだったっけ、キャプテン翼。え、そん違ったっけ。そんな感じな気がするけど。俺の中でミニ四駆だったんだけど、いっけーマグナームだったんだけど。なるほど、確かにそうもある。でしょ。ミニ四駆の似てるだけかもしれないって。徳川葵三代の、え、なんだ、靖国寺めぐだ、めぐだ、なんて靖国神社巡りがなんて漢字読めないよ。ミキプルーの人は中井貴一じゃんね。俺は知ってる。俺はだいぶお世話になったから、中井貴一さんには。え、このこれはこれね、ミキプルーンの苗木とかいうやつ。違う違う違う、それは多分さ、違うよ。違う風に覚えてるよ。もうあれだから、龍が如くでめちゃくちゃお世話になったから俺。そうなんですか、出てたんです。荒川真澄よ。全然わかんないけど、おもろいよ龍が如く。コックピットいけるぜ。おー、ナイス、素晴らしい、よく運んだ。えらい。またミキプルーンの苗木とか言ってる間に頑張ってた俺。ミキプルーンの苗木ちゃ悪いんですか。あ、ちょっと待って、それ全部見てないかも俺。うん、だからそこに置いてんですよ。助かる。あー、これもうこれで終わりだな。え、全部チューブじゃん。全部チューブ。いやいや、コックピットあった、コックピット。あ、そっかそっか、コックピットあったか。でもダブルトラクターないよね、トラクタービーム。トラクタービーム。そう、肝心のトラクタービームが全然。ああ、ごめんごめん。マジかよ。止めて、あの子を止めて。あの子を止め。自殺でもするの。しそうじゃん。あれ、3つもあったっけ ?3 つあった。ああ、わあわあわあ。このままゆっくりこう。とりあえず2個をこう。よしよしよし、いいよいいよ。いいよいいよ。腕虫の腕の中で安らかにお眠りを。こういうことよ。はい。よくできました。イラブハリケーンよ。おお、ここ。ハイアイランド制覇したね。ええ、あれだけあったのに全部取っちゃった。でもなんか、使えるのはコックピットだけっていうね。配線部品だって、チューブ。え？あー、え？あ、そういうこと、もしかして、え？配線。動力を伝えるってこと？ここ？なるほど、わからん。シリンダーもこうチューブの中に入ってんのね。オンリー伊藤さん、配線言うけど別になくても動力は伝わる。なるほど、なるほど、どういうこと。コックピットは空気抵抗が少ないフライト座席。ああ、そっか、じゃあさっきのツバメ号をちょっと変えとこうかな、これに。確かに確かに。4で3番だ、ないけど、まあいい。これ取って、これ取って、で、違うわ、コピーして、ここでいいかな。なんか重心変わったな、重心が前気味だ。コックピット長いからかな。あー、確かにサイズ違うんだ。あれ、繋がってないって。ああ、ああ。お？
これ多分空気抵抗考えたら、なんかそれなりのパーツをつけた方がいいんだよ。で、これいらない。うん。翼パーツもないのに合気が組み上がっていく。もう実質翼みたいなもんよ。でも翼を授ける。お、翼くんよ。え、スカイラブハリケーンじゃん。スカっぽくなった。なんかすっげえ俺すっげえ俺感じかな。とまず、とまず運転席を変えるだけで、あと一回。よくわかんないね、違いが。あ、でもなんか運転席、いや、このコックピット、なんか操作パネルが光っててちょっとかっこいい。確かに。え、あれ、なんかさ、さっき手に入れたエンジンって、うん、ラウエンジン？ローエンジン、そう。ロウ？ロウ？エンジンだっけ？ジェットじゃなかった？あ、ジェットか。うん。どうかした？いや、どうしようかなと思って。どうしようかなの前にトラクタービービーが先じゃない？確かにね。え、ちょっと待って、なんか全部壊れちゃった。もうちょっと北に行くべきかな。ここたくさんあるもんね、この辺。あ、あとこれ。し、あ？うん。なんかすっごいことなった。うん？なんかこれ、なんかこんな感じの見たことあるな。 A 点じゃない？ん？え、あの翼の上にでかい双発型のエンジン積んでる飛行機があって、 A 点爆撃機がこんな感じだった気がする。あ、へえ、なんかかっこよくない？かっこいい。これどうなる？俺飛べるんじゃない？もう飛べそうじゃん。え、めっちゃ飛ぶじゃん。え、どうなった？トシアイズム？ただいま。え、何どうなったのそれ結局。いや、なんかね、わかんないけど。うん。A 点っぽいですね。ですよね、A 点っぽい。ちょっと、あの、加速がすごすぎて。でしょうね。我々はでも、これ多分先にあの、翼を手に入れるべきではないでしょうか。このちっちゃい翼じゃダメかね。ダメじゃないですか。これは尾翼だからね。また落ちていったし、メインの翼にはなりえないと思うなあ。いや、欲しい、飛びたい。探しに行くか。ダメだな。いや、でもさ、結構もう攻めたけど、次どこ行くんだ。じゃあ、これまだ北の方残ってるでしょ。今マップで言うと左下の方来たけど、左上の方が実はまだ空いてないんですよ。左上か、この辺、この辺。オンリー伊藤さん、おそらく空中でロケット噴射するとお辞儀して墜落しますね。さっきのズムさんのあれね。ああ、そういうことか。揚力までは発生させないから限界がありますね。そうなんですよね。うん、やっぱ翼がないとロケットは難しい。飛べるかな。落ちたね、夢よ。夢見ちゃった。いやー、なんか飛べそうな、うん、飛べそうな雰囲気はあるんだけど、あるんだけどな。まあそこまでよねっていう。
だから例えばこの辺とかでね、どこだ、あれ、あれか、でも何にもなさそうだな。え、ズムさん解凍してる？いっか。言うてでももう23時なんですよね。ああ、もうそんな時間？23時ってことはつまり我々もう4時間やってるってことなんじゃと思うじゃん。うん、違うの？違わないでしょ。違うわ、ダメだった。翼欲しくない？でも欲しいね、ここまでここまで組み上がったのに。ちょっと空飛びたいよ。まあさっき飛んだといや飛んだですよ。まあね、トラクタービームか翼が本当にもうそろそろ欲しいよね。いや、まあなぜトラクタービーム欲しいかな。欲しいよね、順番的にね。でもさ、最初のところどこだっけ、真ん中の、うん、ここ333違うか、真ん中のこれっしょ、101。あ、ここか、うん、ここか。この辺の近く全然取れてないけど、あ、あれか、1000メーター上か。そうそうそう。まあ、タコだったら届きはするかな。え？ 1000 メーター行ける？多分行ける。行くだけなら。着地できるとは思えないけど。オンリー伊藤さん、ぶっちゃけるとマップ上で未開のゾーンにトラクタービームありますね。ですよね。未開か。ことごとく外れ、外れっていうわけじゃないけど、ちょっと回り道をした感じがしますよね。絶対結構初期に手に入れたいやつだよね。そう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 。設計図、テンプレート設計図の順番的にも、後期に手に入れるべき代物。いうか、ズムさん、私も進んでますよ。嘘。だって、もう海に突っ込んじゃったから、泳いでます、今。コメントで、まだよ、0時からはクラフトピア。いや飛んでないよ、諦めちゃダメだよ。やたら応援してくれるのは嬉しいんですけど、まあ、まずクラフトピアはない。そして24時はもう私は寝る。まあ確かにね、明日も仕事だしな。仕事なんですか。じゃあ明日あの缶チューハイ買って帰ってください。いや、明日ワイン飲むつもりよ、俺。嘘、うん、なんか久々にワイン飲みたいなと思って。私ワイン苦いからダメなんよ。渋いか、渋い。そう、うん、なんか白だったらね、あの渋みが少ないからって言うけど、でもあんまり。そうか。ジノシどうやってそっち行ったの。泳いでかい。墜落したから泳いで。そっちなんかある？お金あった。なるほどね。あとこの辺まだ探索してない場所だから、ひとまず行かないと。まあ、あと早めにあの水陸両用車に変えといた方がいいっすよ。ね。泳ぐ羽目になるから。変えたわ。うん。ん？ワインにはオリーブですよね。オリーブなんて俺食べたことない。オリーブオイルは飲んだことあるってか、あのなんだろう。飲んだことはないわ。いや別に飲んでもいいですよ、体にいいって言うし。まあ確かにね。さすが課長の年齢の人たち。課長？課長だったんですか。いや俺課長じゃないはずなんだよ。なんだろう課長って。自称課長。自称課長みたいに言うじゃん。まあね、今シーズンだけでオリーブ2億個食べてる。めちゃくちゃじゃん、もう今シーズンかも。よく数えましたね、それだけ。2億はやばいよ、ね、それは日本の総消費量の 98% いってるの。転がってめちゃくちゃ転がるじゃん。見た？おむすびコロリンか。
なんか半分沈んでない？大丈夫？なんかこれね、不安定なんだよね。ジンの氏乗せて。乗れる？あ、乗れねえわ。乗れない。私、地面の上行くからそこで乗る？あ、乗る乗る。ちょっとこれではちょっと無理だわ。とりあえずもデコレーションしすぎて、本来の目的を見失ってますな。なんで？はいはい。どうぞ。ほな行こうか。快適な海の旅を。ちょうど。あそこの煙あるね。うん。真正面にあるから、あれ行きましょうか。上にもあるな。あれも頑張れば届きそうな気がするな。いやー楽しいな。なんか冒険だね。マジで。こういう系は確かに冒険から始まるんですけど、地理として進まない感が強い。いやー確かに。いやでも手に入れたパーツがさ、うん、絶妙だよね。まあ絶妙に外してる部分もあるかな。そうそういうことや。なんかあるよ。これコア？コアだね。海のど真ん中でコア？これは無理だな。パワーコアかも。パワーコア、ちょっと拾って乗せてくださいよ上に。オッケーオッケー、任せほしい。間違えた。コアコアだけに。え、これちょっと待って、高さ合わせよ。高さもうちょっと低くできない？いやちょっと無理ね。これ以上近づくことすらできませんわ。乗んない？そっからコロコロコロって。はなぜなぜなぜダメだあれ。なぜお、あなぜおいてからいでよ。どこ泳いでる。まあ頑張って泳いで。よいしょよいしょ。ひっくり返るんでしょこれ。ひとまずね、回収ポイントを開けておく。ダメな。うん。待ってよ。待ってよ。え、待ってる待ってる。え、ちょっとトイレ行ってくるわ。え、あ、了解。その状態で海の中でしていいですよ。ダメよ。現実のゲームをこっちゃらしないでほしい。いや、その、あいあい、いってらっしゃい。その間にね、私はちょっとじゃあ島を一周しておきましょうか。ああ、そうか、ズムさんの配信画面ではちょっと、絵が止まってますけど、私の実況でお送りいたします。この島は小さな島でござんすが、コアが3つぐらいありそう。役に立つコアだといいんですけどね。のチューブは一体何だったのか。パワーコアが1個あった。これ難しくない？2個目のコア、あう、い、う、あ、あ、ちょっと待って、壊れた。2番呼び出し、え、ん？2番R2、 2つ目のコアがこちらになります。あんまり、あ、ただいまと痛い。おかえりなさい。テールフィン、これさ、え、潜水艦用じゃない？てか船かな。ゲームの中でもダメだよね、そりゃ。そうだわ。みんなせんじゃん。え？あれ、ジンスどこ行ったの？え、島を探検してる今。
3つコアがあって、うん、今3つ目を見ようとしているとこですけど、これ無理だな。あ、これこれちょっと体当たりで落とすわ。3番おお来た。嘘でしょ。ダメじゃん。嘘でしょ。トラクタービーム来たわ。嘘でしょ。来た。ようやく来たわ。赤い旅だった。マジか。来た。ついにトラクタービームがやってきました。これで新しい何設計図も解放されるはず。ただあれを体当たりして落とすのが難しい。ズムさんやってください。じゃあ上がすとし、曲がすとし、でもちょっとその上に上がれない。どうやって上がったの。ちょっと回り道してぐるっと横から回って、そういうことか。いやトラクタービーム取りたいね。これはいや長い道のりだった本当に。いやついにか。ほぼ世界解放してようやくよ。本当に逆で来ましたみたいな感じですが、さああれぶつかって落とすだけよ。頑張って。赤装置ということはちょっと待って、これで行こうかな。やっぱり腕虫か。いやと思うじゃん。やるの。こう。こいつよ。ゴー。こう。あれ。あれ。あれ。あ、え、消えた。あ、落ちた。落ちた。あ、よかったよかった。本当ただのミサイルだったわ。一直線に岩にぶつかっただけっていう。いやー長い道のりだった。トラクタービームようやくゲットできます。行きますよ。お願いしますよ。なんか私も運ばれてるけど。えい、ナイス。トラクタービーム1ロック。時間差で落ちた。落ちてるようには見えなかったけど急にワープしました、ね、俺が早すぎたんだろうね。時間を置き去りにする男じゃないですか。まあそういうことよ。お、金属を引きつける、うん、だからいやーこれでもう、え、じゃあもう何、これでもう腕虫の出番終わり。いやいやだってそれで引きつけたらもうだって挟む必要ないっしょ。どうやって引きつけんだ。あーそれ、え、これじゃないの。どれだこれ。あーこれね。オッケーオッケー。え、軍師ついに終了のお知らせじゃない。だってこれがあったらもういらんでしょ。終了だからって別にわざと腕落とさなくてもいいんですよ。わざとじゃないんだけど。トラクタービームも落ちてんですけど。ちょっといやでただの役立たずですか。トラクタービーム。うわこれか。これいくか。そうさあどんな働きを見せてくれるのか。来いテールフィン来い。ええ結構これ、あ来た。いいねこれ。一回吸着したらもう大丈夫。なんか大丈夫そう。え、めっちゃ楽じゃん。え、めっちゃすごいじゃん。こんな状況でも離さ、いやそれは離れるわ。それは離れる。ちょっと待ってここ大丈夫。ちょっとなんで都市屋運送出しておき、あっぶない。なんで都市屋運送出しておきながら泳いだの。
なに嬉しそう。ほいほい、怖っ。ちょっとやりづらこれ。あれ、トラクタービーム出せない、私が出してあげようじゃないか。あ、あれだ、俺保存してなかった。あー、なるほどね。ねえ、こんなところに乗り捨てないでよ。了解了解。いや、でも動けないもんだって。よいしょ。全ては都市や運送が全部悪い。どうした。わーし。え、ああ、はいはい、改造中ね。